カーの指導者をやっております、新田前と言います。お願いします。ありがとうございます。最近チームの教え子に、ニーコーチっていつもサッカーサッカーって言ってるけど、ニーコーチの人生からサッカーを抜いたら何が残るのって言われました。お願いします。はい、ということで今回もね、サッカーの話ではあるんですけども、こちらです。はい、キャプテン翼のお話でございます。はい、まあ、キャプテン翼はですね、まあ、主人公のこの大空翼くんがですね、まあ、仲間たちと出会いながら切磋琢磨してって、プロのサッカー選手として活躍していくよみたいな、もうサッカー漫画の王道みたいなところがあるんですけども、このキャプテン翼、こう結構僕読んでるんですけど、あれ、こんなシーン本当にありえんのっていうシーンがね、多々あるんですよ。はい、例えばですね、こちら、はい、こちらはですね、まあ、主人公の大空翼くんの必殺技、ドライブシュートのシーンでございます。はい、まずですね、サッカー漫画で必殺技っていうのが出てくる時点でおかしいなと思うんですけども、このドライブシュートっていうのを打とうとしてるんですね。で、ドライブシュートっていうのはですね、この浮き球をこう力強くこう振ることによって、縦回転のボールになってすごい勢いで飛んでくよみたいなシュートなんですけども、このドライブシュートを打った後、このボールがですね、次のシーンではこうなってました。はい、ゴールネットを突き破って後ろの壁にめり込みます。こんなことある？もう相手ゴールキーパーの若島津くん もう何が起こったのか分かってないですからね。もはや決められたかのど決められたかどうかも分かってないと、そんな感じなんですよ。はい、で、気になることがですね、じゃあこれ威力すごそうだけど、このボールどれぐらいのスピードが出てるのっていうことなんですよね。はい、で、サッカーボールっていうのはだいたいね、質量で言えば 400g ぐらいなんですよ。で、このゴールネット、ちぎれたゴールネットは 100kg の重さに耐えることができるんですね。 400g の物質が100kg の重さに耐えれるものを貫通して、なおかつ後ろのコンクリートにめり込む速度はなんとこちら、はい、マッハ 4.8、ね、聞いたことない、ね、速さの代名詞であるこちらね、戦闘機 F15 っていう戦闘機が、だいたいマッハ2です。はい、これの倍以上の速度を、中学生ですから、この時翼くん、ちなみに中学生の翼くんがこう打つと、ね、これえぐいですよね。で、もっとわかりやすく言うと、まあ、東京大阪間あるじゃないですか。のぞみだとだいたい2時間ぐらいですかね。2時間ぐらいかけていくところを、マッハ 4.8 だと、東京大阪間を6分で移動できます。はい、これぐらいの速度を翼くんは蹴れると。はい、で、ちなみにね、まあ、検証じゃないですけども、もし仮にですね、翼くんがですね、このスクランブル交差点のど真ん中でこのドライブシュートを打ってしまった時には、なんとですね、衝撃波によってスクランブル交差点がさら地になります。これぐらいの威力を持って、もう兵器なんですよ、翼くん。しかしですね、キャプテン翼、ここで終わらないんですよ。はい、他の相手チームになるんですけども、慈瞳くんっていうね、ちょっとでっかいなんかディフェンダーの選手がいるんですよね。はい、慈瞳くんはですね、なんとその大空翼くんのですね、ドライブシュートをお腹で受け止めます。はい、今これマッハ 4.8 がここに来てます。マッハ 4.8 をこう受けながら、次のシーンではケロッと立ち上がるんですね。はい、これ慈瞳くんが一番すごいんじゃないかなと思うんですけども、で、慈瞳くんはですね、なんとこの後にいいシュートタイって言うんですよ。それどころじゃない、ね、結局一番やばいのは慈瞳くん、ね、まあ、こんな感じでですね、もうバケモン揃いのキャプテン翼、ぜひ皆さんも一度見てみてください。どうもありがとうございました。